世界で一番短い聖書のお話の時となりました。今日も東京からお話をしています。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙11章16節。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。で、今日はここからお話をしたいと思います。天の故郷というのは天国です。私たちクリスチャンはですね、イエス様を信じて永遠の命を与えられました。そしてですね、死が終わりではないのですね、死んだ時に私たちは天国に行き、さらに永遠に神と共に生きるようになるんですね。ある時、学生時代だったんですが、私の友人がこう言ってきました。死んだ人の顔を見れば天国があるのがわかると、こう言ってきたんですね。それでどうしてわかるのかっていうと、クリスチャンの死に顔は他の人と違うと言ったんですね。輝いてですね。で、私はそれを聞いた時、なんと迷信的なことを言う方かなと思って、ちょっと彼を軽蔑してしまったんですね。しかし私が牧師となり働きを続けた時に、たくさんの葬式もやるようになりました。その中で一つ気がついたことがあるんですね。神様を知らないで亡くなった方の葬式、またお顔というのはですね、一様に何か虚しさを感じる、そのようなお顔で死んでおられました。しかしクリスチャンの場合はですね、まあ、もちろんそういうふうに虚しさを感じさせるようなお顔で死んでる方もいるんですが、つやつやとしたり、またある方々は笑っていらっしゃるんですね。で、私はそれを見てですね、驚いたのです。で、私はこう思っています。どう思っているのかというと、なぜ笑うのかというと、天を見てその喜びを感じ、それを神様が遺体を通して表しされているんだろうというふうに独断と偏見で解釈をしております。そしてですね、しっかりとした信仰生活をした人が笑ってるんですね、多く。だから、私はですね、非常に驚いております。先日風間さんという方が亡くなりました。癌でありましたけども、癒しが起こり延命され、素晴らしい証しをした人なんですね。その葬式の時にノンクリスチャンの方々が何人も来ていて、ところがその方々が言ってたそうです。あれ、笑ってたね、笑ってて死んでたよって、ノンクリスチャンの方でさえ分かるような死に方だったんですね。そして牧師がこう言っておられました。何かっていうと、前夜式の時に笑いが現れ、告別式の時にはさらにその笑いが、顕著なものとなったと。私はですね、これは天国の喜びを彼女が表しているということをですね、独断と偏見で信じております。天国は現実です。イエス様を信じるとき、私たちは永遠に生きるのです。そして永遠に神と共にいるということです。どうぞそれらのことから覚えつつ歩んでいきましょう。